てる。こんにちは。今回は冒険ランク20で螺旋を制覇、星36ではなく12層クリアをした猛者が出現したので、その紹介です。はい、まず今回達成できた理由なんですが、もちろんプレイヤーの方の操作が上手いというのは大前提です。ですが、螺旋というのは操作が上手いだけではなく、ダメージも出さないとクリアできません。ですが、今回の螺旋の祝福をご存知でしょうか？はい、通常攻撃をトリガーに発生する次元式攻撃で、通常攻撃ヒット時から10秒後に大ダメージを与えられます。動画の方で見ればわかると思うんですが、これが7万ダメージとか出してくれるんですよね。ですので、今回の螺旋はプレイヤースキルさえあれば、さすが22層はキャラクターがある程度揃っている必要がありますが、初心者でも11層くらいまでは、プレイさえできれば進める可能性が高そうです。もう一度言いますが、祝福が今回強いというのもありますが、12層までクリアできるのはプレイヤースキルが高いことが大前提です。ということで、今回の動画はこの辺で、気になった方はオリジナルへのリンクを貼っておくので各自チェック。また、低ランククリアをしたい人は、今回はチャンスなのでぜひやってみてね。